本日、メインクエストの更新とともに覚醒レベル9が実装されました。元々の性能を確認しておくと、レベル8の時点でこのようになっていました。それではレベル9を見ていきましょう。まずバランスタイプは連撃率が 2% 伸び、DA 率、TA 率ともに 4% になりました。次に攻撃タイプは攻撃力がさらにプラス2000され、プラス8000に、防御タイプは HP がさらにプラス1000され、プラス4000になりました。ここまでは順当な強化ですよね。最後の連撃タイプもきっと連撃率がさらに伸びるのかなと予想できます。それでは見てみましょう。通常攻撃4ダメプラス 5%。は。いやいやいや、強すぎだろ。攻撃タイプの攻撃力プラス6000も悪くはなかったのですが、正直体感できない程度でした。一方で、通常攻撃の4ダメが上がるのはいくらなんでもヤバすぎます。アタッカーキャラは連撃タイプ一択となりました。その結果、攻撃タイプは攻撃タイプじゃなくなってしまいましたけど。ここで、覚醒レベル9にするための素材を見てみましょう。対応する属性の、エニアドのマグナー2枚1個、クリスタル1個、アーカー社の鍵5個、マリスフラグメント5個となっています。ここでもエニアドシリーズのマグナー2枚を要求されるんですね。いかんせんアニマの効率が悪すぎます。必要な武器は突り終わったので放置していましたが、アニマ10個分の価値があるマグナー2枚は自発箱から手に入る確率が高いので、今日から3日の自発を再開します。それと、1キャラずつ覚醒レベルを上げるのが非常に面倒くさいですが、ちまちまとやっていこうと思います。ということで、今回は、連撃タイプのレベル9がいくらなんでも強すぎたという話でした。覚醒の宝珠の入手機会は最も増やしてほしいですけどね。チャンネル登録と高評価よろしく。それでは。